はい、今日は、ビデオ編集で、ノイズをカットする方法ですね、を教えたいと思います。あまりノイズをカットするっていう方法、なんかグッても載ってないんで、ご説明申し上げます。使うのは、今日はフリーのバンディカムという、これで撮影したものを、オーダシーという、これもフリーの音声ソフトでノイズをカットした後、ムービーメーカーで編集します。そういう手順ですね。まず、ビデオなんですが、これ撮影、あらかじめ撮影したものがあります。ですね、撮影前に設定として、これビデオで、ここで、音声で、ここチェック入ってないので、チェック入れておいてくださいね。これ、そうすると、WAV というファイルで、別に音声ファイルだけ保存されますんで、それを使いますんで、あそこにはチェック入れておいてください。それでですね、これで開くと、これがですね、動画ソフト、画像のソフト、画像で音声も入っているやつで、これが音声だけ取り出された WAV ですね。拡張子 WAV というやつですね。これを編集します。こちらの Audacity、これもフリーのソフトですね。これをダウンロードしたやつをですね。こちらに、ドラッグします。そうすると警告が出ますけど、OK。そうしますと、こういうふうに、音声の波形が出ますね。これは太いところは声で、こういう細い、口々ってなってるところが、雑音ですね。それで、今回はその雑音ですが、ここのちょっと範囲を決めます。雑音が適当にありそうなところを、こういう感じかな。こういうふうに、ドラッグします。で、エフェクトをクリックして、ノイズの除去。で、ここのノイズを記憶させます。ファイルの取得ですね。ノイズプロファイルですね。の取得ですね。はい。で、これで記憶されました。で、またこれノイズの除去で、すいません。これ、肝心なこと間違った。肝心なこと。これ、このままだと、ここだけが除去されちゃうんで、これ一回どこかクリックします。そうすると、全体になりますので、ノイズの除去。で、これで、基本的にこの数字はこれで OK です。これを覚えてください。で、OK。そうすると、波形がちょっと違ってきましたね。ちょっと、ここで綺麗になりましたね。これでノイズが取れました。で、ファイル。保存するんですが、これプロジェクトファイル名、プロジェクトファイルを保存じゃないですね。プロジェクトファイルって言ったら、このオーダーシティのファイルになっちゃうんで、オーディオの書き出し。で、さっきのバンディカムの、元のファイルの位置が出まして、で、保存するんですけど、気をつけるのは、ファイル名で AVI と書いてあるのを、この拡張子を消します。それからファイルの種類は WAV です。WAV Microsoft Visual 6-bit PCM 符号ありで結構です。で、保存します。そうすると、アーティスト名ってのが出てきますね。これ全部埋めなくていいです。これだけでいいです。何でもいいです。テストで OK。
これで先ほどのこれのほかにこの WAV というのができましたね。はい。これは雑音が入ってないやつですね。で、今度は、ですね、ムービーメーカーにこの動画ファイルの方をクリックします。そうすると、動画ファイルの方は、こういう状態で、映し出されます。まあ、これは雑音が入ってるんですけど。これを今から消します。まずですね、まずこのもともとの、この音声があるのは雑音の入った音声あるのミュートにします。編集を出して、で、ボリュームをクリックして、これをミュートにします。これで音声なくなりました。波形が残ってますけど、なくなってます。そこに、音楽の追加。で、ここで先ほどの WAV ですね。を選択して、これで、できました。で、これを再生する。これでできました。このまま保存すれば OK です。試してみてください。